は高サックチャンネルの高サックさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。普段高サックチャンネルってどういうことをやってるんですか？レッスンだったり、僕がプロゴルファーとして挑戦していく姿とか、僕がゴルフラウンドしてる様子を載っけてるので、めちゃめちゃ面白いので見てください。ありがとうございます。全員ぜひ皆さん見てください。見てください。その高サックさんが、はい、うちのレームショットを結構長年から使っていただいて、そうなんですよ。もう5、6年使ってます。ありがとうございます。ちなみに今使ってるスペックっていうのは何になりますか？ですね、レイバー44スペシャルっていうものの 50gX を使わせていただいてます。一応短着シャフトですね、ちょっと短めに設定して、はい、こうドライバー苦手な人とか、はいはい、高線自信がない人をこう使っていただいてるモデルなんですけど、はい、普段これ長さ的にはそんな短着っていうよりは通常ぐらい、そうですね、45インチで使ってます普通に。ただ今時で言ったら気持ち短いかなぐらいで。そうですね。そのいつも短着で案内してるんですけど、45インチぐらいで使って、このシャフトの性能的にはどうですか？めちゃくちゃ僕これ気に入っていて、今年の試合でもすごい助かってるんですけども、もともと僕スライサー系のアマチュアの方に多い感じの、プレイヤーなんですけど、それがですね、ほとんど右に行くミスがなくなって、本当にいいドローボール何も考えなくても打てるようになりました。じゃあシャフトのおかげでこうちょっとしたスライスが軽いドローになって、はいはい、でやっぱドローボールだと飛距離も出るので全然飛んでますね、前のやつより。ありがとうございます。まあ、シャフト的には本当はどちらかというとこう飛ぶってシャフトではなく案内してるやつなんですけど。ああ、そうなんですか。はい、知らなかった。めちゃめちゃ飛びますよ。方向性をちょっと安定ミートを上げる、まあ、ミートが上がると距離が出るっていうところでは距離伸びる。そうかもしれない。スライスが直ってミート率が上がってドローになって飛んでる感じがします。やっぱアマチュアのほとんどがスライサーっていうのが聞かれるので、そういう人には結構持ってこいですかね。本当にそう思います。スライスって距離をもう本当大損してると思うので、それが治るだけでも飛ぶと思います。ここのところを意識したらすごいこう使いやすいよとか、もっとシャフトの性能を出せるよっていうところありますか？やっぱりですね、まあいろんなプロも言ってると思いますけど、こう手に力が入って力んでシャフトの性能を殺してしまうと飛ばないってことがあるので、もう本当にしっかりレイブさんのシャフトってしなって戻ってきてくれるので、重さを感じて手に力入れないでクラブを走らせていくように振ったら僕はいいかなと思います。じゃあその感覚ちょっと打ってみながら、はい、わかりました。こんな感じで僕、ね、はい、もう試合でもこのぐらいの力感で振るんですけど、僕緊張したら絶対右にペラペラっていう球が多いんですけど、もうこのシャフトを信じて、もうなんかこうヘッドをただ走らせるように、振るとまあいいドローになるのかなというふうに。しっかり捕まってやっぱスピン量もいいですね。2055ってもう理想ぐらいのスピン量ですね。本当ですか。はい、こうなると風にも強いですし、ラフなので、はいはい、確かにそんなに高く上がらないかもしれない、で結構このシャフト入れた人はこうちょっとこう球が吹き上がってる人がこう強い球になったとよく言われるので。なるほど、はい、実際コースで打ってみるとその感覚はありますか？あります、あります。だから曲がるのが怖くないのかもしれない。吹き上がっていかない、曲がりすぎると風に流されてるとかありますもんね。はいはいはい。アマチュアの人とかにはおすすめできますかね？もちろんめちゃめちゃできると思います。さっき言ったようにスライスが治ったり、はい、僕も結構一緒にラウンドするアマチュアの方とかに紹介させてもらってて、はい、何本か買ってくださった方もいたんですけど、皆さんすごくいいって言ってくださってるので、ぜひ使っていただきたいし、あといろんなシャフトがレイブさん豊富ですので、皆さん打ってもらって自分に合うのを探してほしいなと思います。ありがとうございます。はい、本日は高サックゴルフの、はい、高サックさんに来ていただきました。ありがとうございました。ぜひうちの YouTube も高サックさんの YouTube も、はい、皆さん見ていただければと思います。はい、お願いします。ありがとうございました。